ちは、にぎる TV の寿司太郎です。今日はちょっとパンパンに張ったいいホヤが目についたので、ホヤをあまりやらないと思うんですけど、ホヤもちょっと お料理と、まあ酢の物ですねと、まあ試しに握ってみようと思うので、ちょっと買ってみました。ちょっとお楽しみください。で、このホヤはですね、赤ホヤとマホヤっていうのは、これマホヤなんですね。赤ホヤはもっと真っ赤でちょっと遠がった感じがするので、そちらの方が甘いっていう方もいます。で、このホヤっていうのは、まあ、貝ですかっていう人もいるんですけど、これは脊椎動物みたいな感じで、オタマジャクシのようなものが海の中で岩にくっついて、今度はこの軟体動物みたいになるらしいんですよ。ちょっと生物学的にも珍しい生き物らしいんですけど、まあ、ちょっとホヤ自体は塩味、甘み、苦味、酸味、旨味と、ね、この5つの味が凝縮されてるって言われてる食材ですね。だから味をっていうか味覚の訓練をするのに、子供の時から食べてるような人は比較的味覚が優れてるって言われるんですけどね。こちら側の上を見てもらうと、マイナスみたいになってるところですね。プラスとマイナスになってるんですよ、こっちが。プラスの方を切ると、まあ、澄んだ水が出てきて、入水排水はしてるので、それで、まあマイナスの方をこう頭をここのところ切ると、汚れた水が出てきますね。まあ、それで、きれいな水の方を楽しむ方もいるんですけど、あまり難しくないんですよ、これ。意外とざっくりと切って中の身を取り出して掃除をすれば美味しく食べられます。ではやっていきましょう。で、こちらですね、プラスみたいになってる方ですね、こう切るとちょっと硬いんですけど、こちらはね、比較的綺麗な水が出るんですよ。汚れた水が出てきちゃうんですよ。ホヤの場合はざっくりで大丈夫です。ざっくり切ってもらっちゃって、パイナップルなんていうよく言われますけどね、鮮度のいいものをさっきのようにパーンと張っている鮮度のいいものを選んでいただかないと、ちょっと海の香りがかなりきついので、一度で嫌になっちゃう方たくさんいるんですよね。私は最初はやっぱり苦手だったんですけど、お
お酒飲むようになってだいぶこういう味覚が変わってきましたかね、若い時に。そうしましたらこちらの方はちょっと水でさっと洗って、で握りと酢の物にしていきますね。でこちらはいらないところなので、そうします。でさっと水洗いしましたので、握りにしたいのであんまり水っぽいっていうのがシャリをこうばらけさしちゃうので、もし握りにしたいところはある程度ね水分取っておかないと、握りのようにできる部分で握ってって、あとはおつまみにしましょう。包丁のこの角のところですね、で握りの方ですね、今日は簡単でシンプルですけど一握りにしていきます。では握ります。でバスケのわさびを取って、握りはこういう感じですね。それで、この上にはポン酢をジュレにしたものですね、ゼラチンで固めてジュレにしたものですね、でそれと一緒に召し上がっていただければ味が追いついてくると思います。でこちらは、ポン酢をつけながら酢の物キズで召し上がる方もいるし、わさび醤油だけで食べる方もいますし、お好みそれぞれですね。で盛り付けに行きます。
パヤの酢の物と握りの完成です。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。